箱がええやん。いいわ。夏って感じ。いや、マジでそれ。たまらん。いやー、私たちは今、愛媛県屈指の心霊スポットに来ているわけですよ。愛媛県は広すぎ。来てないし。松山市内ぐらい。いやいや、松山市内だとしても別に心霊スポットじゃないし。いや、俺心霊スポット認定しとんよ。まあでもね、ここはなんかもう街自体がなんか変なことあるってよく言われとるところだから、ね、そうやね、確かにこの一帯がね、ここら辺一帯がね、言うたら松山城の下のわけやん、うん、で、松山城イコール戦争イコール、死人がいっぱい出たみたいなイメージで多分こういうところが、うわ、びっくりした、もう心霊スポットやと思われとると思うんですけど、うん、松山城って一回も戦争してないんですよ。そうな、戦ないよね。でも、戦もないの。ないのよ。戦争イコール戦やから。一度も攻められたことがないの。え、そうよ。あ、でもまあ、じゃあ城の中で悲惨なことがあったんでしょ。まあでもさ、その理論でいくとさ、あの、人がいっぱい死んだとこが幽霊出るってことやん、うん、全部やん。いや、まあいっぱい死んだっていうよりはなんかその死に方とか、でもみんな死ぬときそれなりなんかあれじゃない？でなんかもう強い憎しみを抱えてみたいな感じの、あ、もうよっぽどのやつってこと。そう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 。俺も今強い憎しみ抱えとるよ。なんで？これ出てこんから。一週間企画です中です彼は。うん、俺も一週間企画中で孵化してます。で順も一週間企画中です。そうです。でまあそれで、うん、この場所にちなんだ話があるわけよね。だって今日そうここもう本当ここなんやけん俺今怖いんよめっちゃ。うん、ああ、そう、ジュンめっちゃビビったよね、今ね。マジで怖い。もうこの、なんやろな、ここに来た瞬間からちょっとなんか、嫌ですね、なんか。なんなん？まあ、それ聞かせてもらおうか。さっき言ったやん。なんか、もうここもっといろんな、なんかあったくないみたいな。うん。まあ、それなんやけど、まあ、ブランコとかね、あったやん、ここには。あったよな。うん。で、その、あまりにも、そのブランコが、風も吹いてないので、勝手に動いたりとか、そういう怪奇現象多すぎてなくなったっていう。え？それほんま？ソースは？ソースは友達。え、その友達のソースは？友達のソースは分からん。究極の情報源は。でも2人ぐらいから聞いたことある。そのでもここにこの辺に住んどった友達。それはでも亡くなったことの後付けやろ多分。いや分からん。まあそうとも捉えれるけどね。それはぶしつけやわ。確かに怖い話にそういうの言うのぶしつけ。もうごめん。これこういうの言うのなんならお前の役目やのになんか俺がしよったわ。そう俺今回怖い話として、これも心霊現象なのかもしれない。芝刈りよるこれ。おかしいよね。バイクじゃないよな、この音おかしいよ。それは無理あるで。いやこの時間になる音じゃない、今のバイクじゃないよ。チェーンソー。チェーンソーやね。チェーンソーやな、芝刈りチェーンソーやな。おかしいんすよ。え、じゃあ逆にこの場所でなんかあるって言わなかった？まあ、あるというか、でも俺正直幽霊系ではなくて、うん、まあ、このね、緑町を歩いてたんですよ。夜散歩してたんですよ。そしたら、この山の上から、なんか、1,2,3,4,5! みたいな。なんか、キチガイの、なんか、なんやろうな、30歳ぐらい。男のね、声が夜11時ぐらいに、めっちゃクソデカボイスが聞こえてきて、で、最初はでも、まあ、あ、なんか変なやつおるわと思って、フラフラしよったんやけど、20分ぐらいずーっと聞こえるのよ。それは多分あれやね。なんか取り憑かれてる。で、ここに、で、その音の方に寄ってきたらここにたどり着いて、人だかりできとって、みんなで上見ようよ。うん、で、その間もずっとなんか、もうほんと聞き取れん、なんか変な大声、しかも一人ね。声聞こえて、もうずっと30分ぐらいずっと聞こえとるのよ。で、俺は、この多分山の上に行けるやん、普通にこう向こうからさ、うん、登れるやん。行って見てみようと思って、行ったんですよ、その声聞こえながら。で、俺が登って行く間に、ピタッて止んで、俺登り切って、もうあらかた行けるとこ見たんや。けど、誰もおらんし、俺が行った途端、止んだんや、声が。で、結局何やったんやろ。人が行けるスペース結構限られとるやん、この道って。で、その大体の音とかで、まあ、この辺やろうなって分かるやん。うわ、行ったのに、マジ誰もおらんくて。もう、だってリアルタイム音しよるときに行ったんよ。うん、で、すぐ行けるやん、ここスタートからしても。うん、
っていう不可解なことあった、ここで。うわ、ほらあるのよ、やっぱり火のないところに煙やったさんって言うからね。なるほどね。でも確かにそうだ、その時にはあったの、うん、いろんな滑り台とか。やろうやろう、なんもないもんな今。そう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 。じゃあ今これを取り寄る間にも起こるかもしれないってことだな、なんか心霊現象が。いや、ほんとって見て、あのあれ見て、あのミラーみたいな、なんかチカチカしてない？いや、あれは多分なんか通ってるんじゃないですか、光源が。なんかないんすか？あ、怖い話、俺マジでないんよね。ないんや。俺この生まれてこの方怖い話ないんすよ。へえ。じゃあちょっと俺いい、うん、本当そのそれこそ、まあ、さっき言ったような緑町、まあ、確かに、うん、この緑町はあの、まあ、そういう心霊現象を体験しとる人が多い、ここに住んどる人はね、うん、言うよね、でよく言うやん、うん、で、まあ、それこそもう本当俺の友達がその本当あのあれあっこのマンションに住んどったんやけど、うん、最上階に住んどったんや、うん、でマジでたびたび最上階に住んどんのに、うん、上から赤ちゃんの泣き声とか足音とかがめっちゃ聞こえるって。はあ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 。っていうのがあります。それさ、だとしても何のれ、何なんやろね。どういう状況なんやろね、それって。幽霊やとしよう。例えば、じゃあ、それ考えられるのは、昔そこに住んどった、子供連れのファミリーとかがおるとする、うん、で、そうやな。まあ、ネグレクト、育児放棄とかして、部屋の中で赤ちゃん死んじゃってました。はい、それを屋根裏、天井裏とかに、うん、押し入れのさ、パカッて開けるとかある、うん、そことかに隠して、そのまま放置されたみたいな、また、それが本当に赤ちゃんだ。まあでも最上階やもんね。うん、上から足音が聞こえる。おかしいよね。おかしいよ。でもさ、なんか俺らの友達なんか緑町住んどってなんか取り憑かれてなかった、うん、ゼミの。あれは緑町じゃない。あ、緑町じゃなかったっけ、うん、あれ紙一枚やね。ああ、ちょっと。まあでもそれこそ俺のバイト先の先輩もなんか多分同じマンション。え？で、赤ちゃんの足音。いや、その内容忘れたけど、うん、なんか心霊現象起きてたから引っ越してきてすぐにもう引っ越したっつって言って。え？引っ越してすぐに引っ越すレベル、引っ越さんといかんぐらいのレベルやったってこと？うん、なんか内容忘れたけど。え、じゃあ俺らが今住んどるマンションの上の階の住人3ヶ月で引っ越したけど、なんかあったんかな。まあ俺らという現象がやにくさすぎて引っ越さないかんこれ。絶対ない絶対ない絶対ない。いやー、マジでなんかもう今もなんかね、空気が重いような気がするんよね。え、でも全然そんな感じせんけどな。まあなあ、君は大丈夫な人間やからね。出た、大丈夫。それをさ、お前がなんか霊感あるとかで判断しちゃったら、まだこっちもさ、いや、そうなんやってなるけど、まあ、いや、そうなんや。何の音？どれ？一旦ちょっとその話は一旦もうやめようか。ただ気にしすぎもよくないけどね。なん、カラカラ言ってん。でも違うよ、あの、いい、俺はその霊感ないかもしれんよ、うん、けどその俺がそのマジで音しよるやん、カドンって聞きよってせんくなって、あ、したえ、した全然聞こえんよ。ほんなら俺しか聞こえてない。あれよ、お前お前好きだって怖っ、ラッパー来たってサイファーしようか。俺なんか作ってくれる。いいね、ラッパー声や。感謝しかないわ。夏の夜やね。いいね。いいですね。感謝しかないわ、今のやつらは本当に。なんか元気出てきたわ。怖くないもんね。なんか、ここの場所が。絶対俺ら俺の見つけたあいつかましたやろ。やったろってなったやろ、あいつ。めっちゃええやん。
いや、それこそ、その俺が昔、何回も言ったことあるけど、公園で体験した時の感覚、俺知っとるわけ。なんか、なんか木がバーってなって、そう、木がバーってなって、なんか影みたいなの見たやつ。そう、黒い影をバーっと通って、空気めっちゃ重いみたいな。うん。ほんとそれに近い。今の後でも。今の後でも。今もう。なんかね、この、喉の後ろらへんが重たい。あ、そうな。じゃあなんか怒らんとおかしいな、逆に言うと。いやでもまあ、今日強い二方がいますからね。いや、強いって何なのマジで。あの、大丈夫ね、一緒におれば。まあ、これまあでも怖い話で言うとさ、うん、俺ら横浜住んどったやん、うん、この3人と高台の4人で一軒家で住んどったやんか、うん、あの時も変な体験あったよ、高台で。え、あの、辰彦の部屋でさ、うん、この3人とあとジョージで、うん、なんか、タバコ吸いながら話しよったよ。うん、夜2時ぐらいに。うん。あ、猫。あ、猫。で、うん、あの、で、高台だけ、で、俺と高台って同じ部屋やったよ。うんうん、で、高台だけ先寝よったよ。タバコ吸わないぜが。うん、寝よって、で、俺と高台の部屋ってこう、引き戸やったよ。ガラガラガラ、ガラガラっていう、うん。で、あの音ってさ、もう開けたら家中に響き渡る音。はいはい、で、辰彦の部屋で話しよるときに、うん、急にガラガラガラって開いて、うん、トン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 って4歩ぐらい廊下を歩こうとしたやん。うん、で、まあ、こうで起きたんやみたいな感じで俺ら気にする話しよったら、うん、なんかふと気づいて、え、てかなんか扉も閉めてないし、なんか足音4歩ぐらいしてそっから足音せんくないみたいな。で、あの家ボロやったから足音とかもわかるやん。うん、で、ね、最初は普通にこうで出てきたと思っとるぐらいしっかり全員聞いとったわけ。うん、でも音そっからせんなってなって。何しろやろ、高台みたいな。なって、辰彦の部屋開けたら、音的には扉開けっぱのはずの扉が普通に閉まっとって、で、えってなって、普通にそうって中見たら高台爆睡しよったよ。っていうのがあったよなっていうのを思い出した。しかもなんならあの家なんか謎に変なところにお札貼られたとしてあったくないかも。あった。あったよね。あれやろ、あの、入り口やん。そう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 。そうそうそう。それで動画撮ったな。なかなかないよね、お札が貼られた時。あれ結構謎やね。うん、あれ結構やばいんかもしれない、もしかしたらね。でも、まあ、なんかちょっと怖かったよね、あの家もね、なんか。まあなんか空気は悪かったな。うん。確かに。まあなんか嫌なことも立て続けに起こったりね、なんか気がついたら裸足の日常やったし。怖かったね。確かに。それが一番怖いわ。ね。俺の人生で一番怖い話や。え、でもさ、なんか、辰彦なんか、不思議な体験したみたいな、言っとったよ。ああ、そうやね。俺別に怖い話ではないんやけど。うん。だから、昔、小3ぐらいまで住んどったところの近くに、公園があったんですよ。うん。で、まあ、俺、その、遊びに行って公園に。で、いつもその公園の近くに海があってね。うん。その海まで、行くまでに1個小川を挟むんですよ、はいはいはい、そこにこっちとこっちに2個橋があったよね、うん、でなんか本当にある日公園に行ったらここの橋がもうなくてこっちに1個だけしか橋がなくなってて昨日まであった橋が昨日まであってそう、その前日まであったの、うん、であの橋はあって俺が言っても、うん、誰に言ってもでそこはもともと橋ないでって怖っいうのがあったんですよ。ほんで俺の人生で2回あってその道が変わったことが、うん、1日で道が変わってそれあ両方ともその公園のとこやええマジで、うん、異世界転生してるなんか千と千尋の世界線だからもう一個はだから公園のこっち側に工場があってその工場のとなんかここの家の間に道があってそこから公園に入れる道があったんですよ。それ結構使いよったってこと？まあ俺あんま使ってなかったけど、まああったんや。うん、普通に道があったのよ。うん、で、ここ階段あって、その階段から公園に入るみたいな。結構しっかりやん。そう、道がなくなっとって急に。それなくなるってどういう？なくなるというかなんかこういう壁になっとって。え？だから石壁になっとって。まあ、ちょっと高いのよ。階段やからね。その階段がなくなってただの石壁になっとる。一日で？そう。普通にちょっと怖い話。まあ、1日というか、いつの間にかやね。ああ、それはね、そっちはね。で、ここ道なかったって言っても、だから誰に聞いても、ここもともとないで、みたいな。マ
マジ？それ両方そうや、その第2公演ってとこなんやけど。そのみんなも覚えてない。だから俺しか覚えてない。ないのがやべ。恋したでそっから。ここ？いや、なんかお腹のあたり。ガチ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 。ほら。お腹鳴ってない。俺の喉鳴り。でも、うーこれ俺の喉鳴り。マジでもう鳥肌ゾーンやこれ。でも、俺それ一回だけあるんや。俺の場合もっとしょぼいんやけど、うん、でも俺中2の時にめっちゃ俺心霊スポット行きまくっとったよね、うん、でその中学校の近くの空き地があって、うん、で空き地になぜか知らんけどこんなね壺があるんよ、うん、茶色いね、うん、で壺があってそで割れた壺みたいな半分割れとんよねでだから中身が見えるみたいな、うん、壺があってでその中になんかねなんか気持ち悪い西洋の人形が入っとったよ。でボロボロでなんかもうひび割れとかして、うん、日本人形とかじゃないなんかようわからん人形があったよね、うん、でてかそれをな変な人形があるっていうのがちょっと話題になって俺その心霊スポット行きまくっとったから、うん、見に行ってみようと思って学校帰りに一人で行って、まあ、これかっつって携帯で写真撮ってで家帰ったよ。でその家帰ってでうちのトイレがあるんやけどそのトイレをの前にこう廊下があって、うん、でここにね充電器のコンセントがあるのよ、うん、でそれがあの帰ったら1メーターぐらい右側にあったよであのでこれそ見間違いやんと思うけど、うん、俺その家でもう何年も過ごしとって、まあ、そうでそこで親がねいつもね携帯の充電をしとったんよ、はい、そのなんか台みたいなのが置いてあって、うん、そこにコンセント挿して充電する定位置みたいな場所やったんよ、うん、それがトイレ出て真ん前に絶対あったのに、こう1メーターぐらいにめっちゃ不便な位置になっとって、え、ここ、絶対こっちゃったくねってなったことある俺。リフォームしたんじゃん、それ。してないし、そんな絶妙なリフォームするか。しかもそっちの方が不便なんやで。不便リフォームってないやねん。よくするのがリフォーム。いや、でもそれで言ったらさ、うん、なんならこの緑町、さっき、あの車止めたとこの温泉。豊富やね、緑町は。うん、温泉で、俺普通に一人で、あのそこの温泉入ってたやん、うん、で割ともうほんとこれぐらいのちっちゃいちっちゃいの温泉ってまあ湯船に浸かってたわけね、はいはい、したらでこうやってあー気持ちいいっつってこうやってやれたら俺のこの右太ももぐらいになんか人から触られたような感覚があって、うん、気持ち悪いと思って右見たら普通に40歳ぐらいのおっさんがこうやって足こうやって絡めてきよって俺にめちゃくちゃ怖いよここかそうそこあの話でキモーと思ってもうすぐ出てサウナ行ったんやでサウナってそこめっちゃちっちゃい温泉やから3人しか入れんちっせえちっさマジちっさいん、うん、真ん中右左あって俺右に座ったんや、うん、そのおっさんその1分後ぐらいに入ってきてで普通さ左真ん中右で右に俺が座ったらさ普通の人間は絶対左に座るよ行くね俺の真ん中に座るやったよそいつお前殺そうと思ったその時点でも結構俺キレとったやん、うん、マジでキレとったんやけど鍵やな、うん、でそのおっさんのこと結構睨みつけながらこれ見よったんや顔、うん、したらそのおっさんはこうやってサウナのことやってあっつーとか言いながらまあ達彦が俺やとしようスーとか言ってこんな首こってやりながらチラッと俺の方チンコを何回も見ようマジで本当に気持ち悪いなマジで3秒に1回あっチラッて見ながらマジでそれ俺ガン見しろって言うからガンつけながら見ようよさすがに俺カウントして10回見て、うん、もう10回目俺のチンコ見た瞬間にブチ切れたろうと思って1、2、3って数えて10いった瞬間においっつってまあ、マジ気持ち悪いんやけど、じゃあもう4、50のおっさんに、マジでもう本当人生20日2回目ぐらいでブチ切れて、うんうん、切れんもんね、マジ出ていいけどお前、つって、俺この後水風呂一軒ついてきたら殺すけんな、つって。めっちゃ言うやん。いや、マジで本当ブチ切れ。ブチ切れ。いや、それぐらいせんとさ、俺温泉まだ入ったばっかやけんさ、うん、まだ楽しみたいわけ、うん。俺がこれで出るのかちゃうやん、同じお金払って。確かにな。いやけん、マジで切れたろと思って、そこでブチ切れて。それが一番怖かった。それおっさん、なんか謝ってきた。うん、しましたねみたいな感じだった。あそれがね、あの、いっちゃん怖い。めちゃくちゃ怖いし、やっぱこう、俺らサウナーやから、うん、いつかまあ、俺ら身にも起こってもおかしくない。そうやね。その時、キレれるかな、俺。いや、でもね、ほんとイライラした、あれは。
なんで同じお金払ってお前だけ幸せそうな顔してんの。殺そうっす。やっぱね、その、なんていうゲイの人とかを否定するわけじゃないけど、うん、やっぱ、それ、そういうのはさ、やっぱ両者合意の上で、そうなら、そうそう。何の文句も言わんけど、うん、その、まあ、言ったらセクハラやんな。いや、そう。ほんとそうやね。なんで、こっちが不快で、そっち幸せそうな顔してんの。うん。それは良くないな。そう、マジで。でも、うん、ただのさ、本当にそのゲイの人がさ、その本当他人や、ジュンと、うん、でさ、いきなりさ、うん、俺さすがにそのいくら興奮してもその多分何回も風呂行っとるやろうし、うんうん、なんかそこまでせんと思うよね。あ、だから俺はそのジュンがそのゲイ界隈の、うん、オッケーやでみたいなサインを知らぬ間に出しとる説っていうのは俺は提唱しとる。あ、なるほどね、うん、あ、こいつサイン出しとる、これ いけるやつっておっさんが思ったかもしれない、まあ、それかそのおっさんがもう我慢できんくなるぐらい純のチンコがでかかったんじゃ。それや。それじゃないわ。絶対にそうや。でかくない。我慢できんかったんじゃ。いや、いやあれ多分確かに純のチンコ俺ゲイやって我慢できんが。キモいわ、それがそれで。その発言がキモいよ。ぐらいでかいっす。おかしいや。でかないんですか。まあ。ガチででかくないから。わかりやすく例えると、戦艦ヤマトっすね。めっちゃでかいやん、それ。猫猫やった。確かに今のびっくりした。猫おったの。猫通ったよ。しかも黒猫や。黒猫びっくりした。しかも黒猫って良くないっていうね。びっくりした今マジで。ガサ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 怖すぎる。でもマジで怖い。いやいいね、今のいいね。ちゃんと怖かったわ今。緑町はいろんなことが起こるよ。なんかおると思って。びっくりした。まあまあ、もう縁も竹縄やろ。やる。やろう。よし。こんなとこおったら気が狂うわ。気狂いそうや。とこの右のお腹が痛い。それは多分、体が悪い。そういうことだ。体勢が悪いかな。圧倒しいな、そういうことで。